Take your mouth.1月24日、松山中央公園のアクアパレット松山で、愛媛県スイミングクラブ協会小学生選手権水泳競技大会が行われました。これは愛媛県スイミングクラブ協会が主催する大会で、今回は県内の各スイミングクラブに通う小学1年生から6年生まで、合計350人が参加しました。小学生の愛媛県の小学生の、まあ、トップを決めるといいますか、小学生の祭典ですね、はい、例年ですと6月の末なんですけれども、ちょうど春、ね、コロナのあれがありましたので、まあ、延期ということで今回1月になりました。健康チェックシートという形でですね、まあ、当日の朝検温をしていただいて、で体調なんかをチェックしていただいて、で随時、まあ、触れた椅子等も消毒をしながらですね、まあ、大変不自由なところではありますがやっております。当日は各年代に分かれ、自由形からバタフライや個人メドレーまで各種目で熱戦が続きました。小学3年生の山内大和くんは3、4年生の部の50メートル自由形と50メートルバタフライで2冠を達成。優勝したので嬉しいです。泣きながら諦めずにしたのでよかった。女子では藤田真央さんが5、6年生の部の200メートル個人メドレーと100メートル自由形の2種目に出場し、両方の種目で大会新記録を樹立。また山内亜希さんも5、6年生の部のバタフライ50メートルと100メートルで接戦を制し優勝しました。緊張したけど無事1位取れて良かったです。この中でちゃんと試合があって、それが良かったなと思いながら泳げました。決勝では友達と切磋琢磨しながら泳いで、とても今までで一番楽しかったです。合計16人の選手が大会新記録を出した今大会、そこにはコロナに負けない子どもたちの力強い姿がありました。